どうもマリアッチです。まああの1個前のあのフレディ・マーキュリーになりきって歌を歌う動画を見てくれた人はわかるかもしれないんですけど、あの指を若干怪我してまして、まああのこれはそんな大したことないんで、あのあんま気にしないでください。なんで怪我したかとかはまた今度しゃべります。まあ、なんか企画何しようかなとかいろいろ悩んでて、実はさっき一個前に撮ったんですよ。あのめちゃめちゃそのインスタとかツイッターで広告が出てくるあの中国のゲーム、日替わり内室っていうあのゲームをちょっとなんかめっちゃ気になるからやってみようっていう企画のもとダウンロードしてやったんですけど、まあ全然進まんくて、わけわからんすぎてボツにしました。はい。あ、なのであの今からの動画はちょっとあの喋る動画なんですけど、まあ、実体験でもし同じようなことで悩んでる人とか同じような体験した人がいたらなんかシェアできたら面白いかなと思って話します。題して原石発掘に隠された芸能界の闇です。なんかそれを思い出したのも、まあ、なんか去年ぐらいにインスタの広告でそうなんか株式会社クリードのオーディション商法についてみたいな、なんかみんなで訴訟しましょうみたいななんかページに飛んだことがあって、その時に自分の経験を結構思い出したんですけど、あ、その株式会社クリードっていうのはおそらく私が以前関わったとことは全く別なので、私は今からそこのお話をするわけではないんですけど、なんかそのクリードのオーディション商法っていうのをちょっと見てみますと、実際は出演予定がない映画や演劇の公演を実現させるためレッスンへの参加を強く言われる、毎月個人からレッスン費用を取っているみたいなんで、結構被害に遭った人がめっちゃいるみたいで、なんかあの支払っちゃったとか騙されたみたいな人たちのなんかコミュニティを見つけたんですけど、そこで私もこれに近いことがあったなと思い出しましてですね、多分5年ぐらい前に実は私一瞬東京に夏休みだけいたことがあって、あ、5年、4年ぐらい前かな、4年、あ、でも5年前ぐらいな気がする。だ大学4年の時なんで、卒業したら東京に来ようと思ってて、であと就活をしなかったので、その間にちょっとまあ東京に2ヶ月だけ偵察を兼ねていたんですけれども、なんかその時にせっかくだからいろんなオーディションとか受けてみようと思って、まあ、日々ねネットとかを見てたら、有名監督がプロデュース、原石発掘、映画主演女優募集みたいなやつ、もうよくある、今でも全然すぐ見つかると思うけど、もちろん全てが詐欺だとか全てが実態がないっていうつもりは全くないんですけど、私もその時よくわからなかったし、よくあんまり知識もないし、そういうのを見て普通に文面だけで捉えたらなんかチャンスやと思うじゃないですか。なんか、まあ、有名映画監督とご一緒できて何かにつながるかもしれないとか、なんか代表作になるかもしれないって思うのがなんか普通な気もするし、ピュアな私にとっては二十歳そこそこですよ。まあ一度ねオーディションだけでも行ってみようと思って申し込んでオーディションに行きました。でね、あんまりはっきりもう場所とか覚えてないんですけど、おそらく渋谷かな、ほんと雑居ビルみたいなところの広めのお部屋でオーディション受けたんですけど、まあご年配の男性が最後現れて、この方が、まあ、その有名な誰々監督ですみたいな紹介があって、まあ、今日その見てくれると、まあ、その後オーディション受けたんですけど、結構正直あんまりレベルが高くないなってその時思ったのをちょっと覚えてて、結構その初心者ですみたいな人も結構多くて、あれ映画を作るのに初心者の人でもいいんやとも一瞬思いましたし、厳しかった気がする。なんかビシバシ言われて結構厳しめの時間やった気がしますね。なんかオーディションがあって、その後連絡が来て、合格も不合格も書いてなくて、なんか面接をしたい、次の面接をしたいので何日に会社どこどこまで来れますかっていう風に書いてて、でそれも渋谷でした、はっきり覚えてます。で行ったらそこのまあ会社みたいな結構小さい会社だったんですけどに行って、もうすでにお母さんと一緒に来てる中学生ぐらいの子とかもちょっと待ってたりして、多分その子も面接に呼ばれてて、個室に通されたんですね。その後名前呼ばれて、めっちゃ小さいそのブースみたいな、もう人が2人向かい合って座って真ん中に机があって、でもギリギリぐらいので、そこでまあ若めの男の人が入ってきて、
でその人は多分そのオーディションの時にもいなかったし、もちろんその監督さんでもないし、で今回の結果をまず聞けるのかなと思ってたら、結果を言う前にあなたのその参加の意思が知りたいみたいな話でして、はぁ、と思ってたら、まあそのこの映画は何月にどこどこであるなんちゃら映画祭みたいなのに出す予定なんですけど、それにはそのために映画を撮るためのレッスンが必要で、週に何回こういうレッスンがあって、でその受講料がだから1年間とかで60万とか、ちょっとこれあやふやなんですけど、大体そんなぐらいな気がする、まあかかると。でその部屋にもそういう話をしてる時も、そのなんていうの、ちっちゃいブースの壁中にすごい監督さんのいかにすごいかみたいな、そのどういう映画を作ったとか、嘘か本当か分かんないですけど、表彰状みたいなやつとか、新聞の切り抜きみたいなやつ、なんかその監督さんに関する情報がブワーって貼ってあって、今からすごい人と一緒にできるんだぞって洗脳されてるみたいな空間でも正直あって、でこの監督はこういう風にまあいろいろやってる人で、誰って言ってたかな、堀北真希さんとか言ってたかな、なんかあー知ってますってなるような女優さん俳優さん名前をバーって挙げて、こういう人たちとも一緒にやったことがあってみたいな、おーすごいんやって思わされたんですけど、でも逆にそのレッスンみたいなことって全く聞いてなくて、その映画を撮ると、でそのためのオーディションだと思ってたし、受かった人が映画を一緒に撮影すればいいだけの話っていうか、ダメだな、必要がないなと思った人はオーディションで落とせばいいわけで、なんかそのレッスンっていうのが意味わからんかったし、で結構その圧迫面接でしたね、今思えば。そのあなたは自分がこの作品に出て作品に貢献できると思いますか、自信が本当にありますか、まあ要はちゃんとやれるんですかみたいなことを聞かれて、やれますとしか言えないし、やる気を試されてるような気がしたので、私ははいもちろんですと、やりますしできますっていうふうに答えたら、僕にはそんな風には見えない、あなたみたいな人はいっぱいいるしっていうようなことを多分なんか言われた記憶がありますね。で狭い部屋でそういうふうに年上の男の人に結構強めに、僕にはあなたにそれほどの価値があるようには思えないっていうようなことをすごい言われて、まあちょっとしんどいじゃないですか、なんかちょっと泣きそうみたいな、でも泣くん悔しいみたいな感じだって、でこれだけの監督と一緒にするんやからレッスンも必要やと、でどうしますか、レッスン費いくらいくらかかりますけど、まああなたがそれだけ言ってやる気があるんだったらやるべきだし、なんかそのイエスかノーを聞いてからオーディションの結果を今から確認しに行きますみたいな言い方で、結局オーディションなんてあんなのなんかなかったようなもので、不合格合格不合格とか多分なくって、私がそこでレッスン払います、やりますって言ったら、分かりました、結果確認してきます、合格ですってなるに決まってるじゃないですか。でお金払う人は絶対合格やし、お金払わない人は多分結果を知らぬまま変えるみたいな、でそのオーディションの意味多分なかったなと思ったし、まあ今思うとね、その時は全然頭いっぱいやったんですけど、まあまず私の答えは晴れるわけないし、そんなの22ぐらいやったかな、22、23で、まず恐怖心も強かったし、急に聞いてないしと思って、私はまずちょっと一度親と話し合いたいので、まあ持ち帰っていいですかっていうようなことを言うと、はぁ、みたいな、なんかあなたもう22歳でしょ、23歳でしょ、でこの世界やっていく覚悟があるんだったら、こんなことをすぐ決めれないような人は売れないよっていう言い方をね、まあ、間違いなくされましたね。やる気がある子は今すぐカード作りに行って払った子もいるよっていうようなことを言われて、これマジですよ、すごいね、その心に入り込んでくるというか、そういう風にやっぱり頑張りたい、この世界でチャンスをつかみたいって思ってる若い子の気持ちに入り込んでくるので、私もああそうなんや、ここで頑張ろうって思えない私はダメなんやっていう風にすごい思っちゃって、結局めっちゃ泣くんが、まあもうめっちゃグッって爪を手のひらに食い込ませながらめっちゃ我慢して、最終的にはそうですねと、私はどうやら覚悟がなくて決められないみたいなので、今回はまあ帰らせていただきますと、自分が弱いので参加するのをやめようと思いますっていう風になんか認める形で逃げたんですけど、逃げたというか、まあ分かりました、ではお帰りくださいみたいな感じで
そのオーディション結果もう別に知らされることもなく帰って、なんかめちゃめちゃ悔しくて、ちょっと今思い出したらほんま泣きそうなんですけど、仮にもね、そのオーディションの時も私はもらったセリフとかもすごい練習とかして、偉いであろう監督さんの言うことも一生懸命聞いて映画に出れると思って蓋を開けてみたら、すごい圧迫面接で、もうその年でその覚悟もできなくて、で僕にはそんなに魅力があるように見えないっていう風にも言われ、なんかすごい悔しくて、あの渋谷のバス停とかある方のりそな銀行がある交差点あるじゃないですかのビッグカメラの1階のなんか駆け込んだんですよ。もうなんかその後悔しくて、ビッグカメラの1階の隅っこでお母さんに電話して泣きながらまあその時に母親にこういうことがあったってすぐ言ったら、そんなんおかしいし絶対断ってよかったっていう風に言ってくれて、そこで初めて、はそうか、ちょっとおかしかったんかって気づいたんですけどっていうね、まあ、経験があって、それ以降私はその広告とかで原石発掘新人抜擢オーディションみたいなを見てもやっぱそれを思い出して、あーなんかまたこういうことでそのお金を稼いだりとかしてる人がいるんかなって思ってましてですね、実際私がその参加したところも映画を、だからそのレッスンの後に本当に映画を撮って本当に映画さんに出してるかはわからないです、私は参加してないから。でその作品を別に見せられたわけでもないし、ただいくらねその本当にやってたとしても、ああいう圧迫してみたいなやり方をするところが質のいいものを作ってるようには思えなくて、で結構周りからもそういう話結構聞くんですよ。全く同じとこじゃないけど、特待生です、おめでとうございます、本当はここ何々のところ、レッスンに何々のところをいくらいくらで入っていただけますみたいな言って蓋開けたら、大体の人が特待生だって言われて取られてたりとか、オーディション行ったけど全員合格でプロダクション所属みたいになって、でももうずっと仕事なんて来ずにずっとレッスン費用払い続けて、質のそんなに高くないレッスンを受け続ける経験をした子もいるし、そういうのってね結構多いんですよ。はい、なんかどこまでが悪質かそうじゃないかって見分けるのってめっちゃ難しいし、あの私はもちろんレッスンとかを否定してるわけでは全くなくて、自分もレッスン受けてた時代もあるし、ためになる身になるレッスンももちろんあります。ただそのありもしない大きなことを約束してその下にレッスンがあるみたいな言い方をして、そこでお金を取って、いつまで経っても最終って映画とかドラマとかなんか仕事がもらえるわけじゃないままっていう、そのビジネスは絶対存在するし、なんかね怖って思いましたね。はい、だからなんか私は何が伝えたいかというと、まあそのね原石発掘って言うけど、簡単にそんな毎日原石発掘できると思うし、そんななんか原石発掘って何って思うんですよ。もう自分が違和感感じたら一回第三者の意見聞いてほんまに考えてほしいなと思いますし、若い子で私ほんまに気持ちが分かるんですよ。そのほんと10代からいろいろやりたくて自分でオーディションを受けたりとかしてたからこそめっちゃ分かるんですけど、じゃあなんか見極める力を持った方がいいし、もう騙される人が一人でも減ってほしいなって思います。時間って有限ですから。はい、あの1時間前に日替わり内室をやってた人とは思えないぐらい真剣に喋ったんですけど、なんかあのみんなでハッピーにね、なんかあの平和に騙されたりとかすることなくて、まっすぐね夢に向かってあのみんなで頑張っていける世の中になればいいなと思います。いやほんま10代の子とか見てるか分かんないですけど、ほんまに気をつけてください。あなたの夢を利用しようとする悪い大人は残念ながらいると思うので、まあいるっていうことを知ってるだけで全然見方は変わると思うんで気をつけましょう。では見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとなんか企画これやってほしいみたいなあったら、コメントなりメールなりなんなりなんかしてくれたら嬉しいです。そう、動画はね撮る意欲あるんですけど、何しようかなって思ってます日々。はい、ではマリアッチでした。バイバーイ。